やっぱり2回だけではちょっと反復回数としては足りなくて、それではなかなか数学の定期テストでは80点確実に取るっていうのは難しい。あとは何といってももう誰でもできる勉強法で、どんな教材でも応用できるものではあるから、だからもうちょっと反復やりやすい形にしたいなっていう場合は、副文帳っていうのを作ってもらうのもおすすめです。あなたは絶対合格できる。どうも、いばしおりです。今回は数学の定期テストで確実に80点取る勉強法をお伝えしていきます。数学の定期テストって大体範囲がこういったスタンダードとか、サクシードクリア、もしくはアオチャとかレジェンドフォーカスゴールド、いろいろね、学校で使ってる定されてる参考書があると思うんやけど、毎回の定期テストで大体平均して80台から100台ぐらい範囲になると思います。でその80台から100台をどういうふうに対策していくかって言ったら、大体みんな全部もう2週間ぐらい前からこう手書きして解いていって、多くても2回ぐらい反復して定期テストに臨むっていう感じなんじゃないかなと思います。でもやっぱり2回だけではちょっと反復回数としては足りなくて、それではなかなか数学の定期テストでは80点確実に取るっていうのは難しい。でもっと例えば学年1位2位3位とかね、例えば推薦入試狙ってる場合は、いい成績を取っていきたいっていう場合は、もっと高い点数取りたいっていう場合やったらね、1回とか2回の演習だけではなかなか解法が定着しなくて、そこまでは成績が上がらないってなっちゃうよね。で今回は数学の範囲になってるその問題を確実に全部スラスラと解けるようになる高速反復法だったりとか、どういうふうに勉強をやっていったらいいかっていうところを伝えていきたいと思います。でこの動画を見てもらうメリットって他にもあって、まず高校1年生とか2年生の場合やったら、難関大を目指したいとか、その高3で受験生迎えたら目指したい大学があるっていう場合に、高3になってからもう勉強法を身につけるってめっちゃ大変なんよね。だからこの定期テストでその範囲がまだもう狭いうちに勉強法って身につけておいた方がよくて、やっぱ定期テストって範囲が狭いから努力が結果にすごい反映されやすいよね。だから今のうちに勉強法をしっかり身につけておいて、高3になったらその受験っていう高1から高3までの範囲が全部入ってくる範囲でも応用できるように、今のうちに勉強法を身につけてほしいなっていうのと、あとは何といってももう誰でもできる勉強法で、どんな教材でも応用できるものではあるから、今ここに出てきてない参考書を使ってる人でも十分やってもらえるので、ぜひ最後まで見て実践してみてください。で今回紹介する勉強法っていうのはズバリ7回反復です。で7回反復ね、やったことある人の方が少ないと思います。大学受験を一通り終えた受験生でも、1冊の参考書何回反復したって聞いたら、大体最大3回ぐらいで、7回8回9回ってやってる受験生はほとんどいないんですけど、ただ私が普段受験生に教えてる大学点勉強法では、基本的に最低7回が基本スタンスになってます。人の脳っていうのは、何回もその頻繁に反復してる情報っていうのは勝手に重要だと認識してくれるので、7回以上反復した知識っていうのは頭の中に自然と定着していく流れになるんですよね。なんか定期テストの問題で7回定期テストの前に反復することができれば、この問題も解法を知ってる、これも解ける、スラスラ解けるっていう風になっていて、確実に高得点取れる流れになるんよね。じゃあどういう風にやったら7回反復できるのかっていうのを、今回はこれらのテキストを使って見せていくね。じゃあ今から手元で解説していくから、ちょっと手元を見てもらいたいと思います。スタート。はい、そしたらまず学校のテキストの2種類あって、こういうふうに問題と答えがこう分かれてる問題集と、あとフォーカスゴールドとかアオチャみたいに問題と答えが同じページにセットで載ってるテキストがあって、ちょっとさっきこっち側の説明していくね。じゃあ今回クリアでやっていくと、このページでやってみたいと思います。こうやってページ開くと、エグザンポーって言って、問題と答えがセットで載ってる部分と、まああんねんけど、ほとんどの場合はこういうふうに問題だけが載ってあって、回答がこっちに載ってるっていう仕様になってますね。で7回反復するためにどういうふうにやっていくかっていうのを見せていきます。まずちょっと分かりやすいためにこれで説明していくと、この問題を読みます。問題を読んで、簡単に言うと、もう計算とかはせずに解法だけ、解き方だけを口でブツブツ言っていくっていうやり方です。こういう風にすると手で書く手間も省けて、計算する手間も省けると、1台1分で反復することができるようになります。じゃあやってみるね。二次方程式X の2乗 -2AX+2A+3=0 が異なる2つの次数解を持ち、
その2つの次数解がともに1以上5以下であるように定数 A の値の範囲を定めようって書いています。でこの問題ではこの定数 A の値の範囲を求めたいと。で今条件として異なる2つの実数解を持ちって書いてあるので、これが判別式 D が0以上になるっていうことの条件になっています。その2つの実数解がともに1以上5以下になってるってことは、1と5の間にこの2つの解が入ってるってことやから、これをグラフにするとだいたい外形がこうなる。1以上5以下こうなってると。でそこから条件を求めると x イコール1の時グラフは正になり、 x イコール軸のこの a の時は負になり、 x イコール5の時は正になると、ちょうど1と5の間に解が2つあることになるので、判別式 d 大なり 0f1 大なり 0fa 小なり 0f5 大なり0の4つの条件を求めて、それらの範囲を合わせて答えを求めるって感じでやっていきます。で今みたいに解き方だけ言っていても、計算とかこの判別式を求めるもの、平方完成とかはもうしないでおきましょう。で解き方だけを純粋に言っていけば、残りはね、計算自体は丁寧にやっていくだけなので、あとは手書きの時に確認します。で今みたいにこういうふうに異なる2つの実数解といえば D 大なり0だよね、で1以上5以下の間に実数解があるよねって言われたら、こういうグラフになるよねっていうところをこう蛍光ペンにつなげて書くようにしていくと、実際にこの部分がこういう解法に対応してるっていうことが頭の中に入れやすくなるので、実際こういう風に線を引きながらやってみてもらいたいなと思います。でちなみに問題を見てパッと解法が出てこなければ、いきなり答えを見ちゃって OK です。で答えを確認してもう一回隠してみて言ってみたり、最終的にはもう解答を見ずにスラスラ言えるかどうかっていうレベルまでできるようにやっていきましょう。じゃあこういうふうに答えが同じページにない場合どうしたらいいかって言ったら、こういうふうに問題と解答を同時に開いて照らし合わせていきます。じゃあこの32番やってみると、二次方程式 x の2乗足す x プラス3の2つの解をアルファベータとする、この時アルファ引く1分のベータ、ベータ引く1分のアルファを2つの解とする二次方程式 x の2乗足す px プラス q イコール0の係数 pq を求めよう。これは分かりやすく解と係数の関係ですね。でやり方を言っていくと、答えが分かる場合もいちいちこっちを見ずにセルフレクチャーしていきます。でこれは解と係数の関係より、アルファプラスベータイコールマイナス1、アルファベータイコール1分の3なので3だと。でそうするとこれをこう変形していって、 P はどういう式になるかというと、 P のこの二次方程式の2つの解がこれとこれなので、 P の部分どうなるかというと、これとこれを足したものにマイナスをつけたものになって、 Q はこれとこれをかけたものになりますよね。でそれらを計算していって、アルファプラスベータとアルファベータを代入して求められる形に持っていく。で係数 P と Q の値を求めるっていう風な解法になっていきます。でこれも線を引くとしたらこんな感じで、この条件に対応しているものは同じ色でこっちにも線を引く。例えばこういう風に別の条件に関してはこういう風に色を変えて対応させていきますという感じでやっていくと、自分でもセルフレクチャーできるようになっていきます。でこういうふうに同時に開いてセルフレクチャーしてもらってもいいんですけど、移動中とかは正直やりにくいじゃないですか。だからもうちょっと反復やりやすい形にしたいなっていう場合は、副文帳っていうのを作ってもらうのもおすすめです。副文帳って何かっていうと、ちょっとね、あの数学ではなく、これ自体は科学の問題になっちゃうんですけど、こういうふうにノートに上側に問題を貼って、下側にこう回答を貼って線が引きやすくなるっていうね感じで作ってもらっても OK です。でちょっと切り貼りが大変なので、まあ、こういうふうにやるぐらいやったら、もう普通にあのこれとこれを同時に開いてやるやり方の方がやりやすいなっていう場合はそれでも大丈夫なので、7回反復を目指してやってみてください。あともう一個教えておきたいのは、こうやって反復してたら問題によってはこうスラスラ言えるものとそうじゃないものっていうのに分かれるので、こう例えばスラスラ言えたら20丸、スラスラ言えなかったら三角とかその丸とかっていう風に仕分けをしていくっていう風にしていくと、この一周終わってからまた戻ってきた時に、これはちゃんと反復しないといけないのかそうじゃないのかっていうことが分かるので、こうやってしっかり仕分けをしてもらうと反復の効率も良くなっていきます。次にじゃあお茶とかフォーカスゴールドとか
ていくと、これに関しては問題と回答がセットで載ってて、考え方も間に載せてくれてるので、こういう系の参考書はすごく反復自体は得れやすい仕様になってます。さっきあったセルフレクチャーをこのテキストでもう線も引っ張りながら開放口でうつぶつ言えるようにしていけば、同じように反復していけるので、ぜひやってみてください。はい、いかがだったでしょうか。こんな感じで反復していてもらったら、ものによってはね、その最初理解するのに2分3分ってかかるものもあると思うし、難しい問題だと7、8分とかやっぱかかっちゃう場合もあると思いますが、ちゃんと継続して反復していけば必ず解けるようになっていくし、解放も頭に入っていきます。でコツは、このセルフレクチャーをした後に間を空けずにもう一回反復すること。理想は毎日定期テストの範囲を一周できるようになることが目標なんですけど、毎日っていうのが難しければ3日に1回とかでも全然大丈夫です。3日に1回復習することができれば、解放が抜ける前に復習して解放を身につけていくことができるので、3日以上空けると忘れやすくなっちゃうので、3日以内に反復するようにしていきましょう。だから定期テストの準備期間としては、できる限り早めに始めておくと7回反復できるようになっていくので、ぜひやってみてください。で大学受験塾ミスターステップアップでは、こういったその定期テストの勉強法だったり、大学受験の各教科の勉強法っていうのを伝えていくようにしています。自分の教材の場合どうやってやっていったらいいのかとか、こう自分のオーダーメイドの勉強計画を大学で勉強法で立ててほしいっていう場合は、ぜひですね、通塾コース、通信コース、スクーリングコース、カウンセリングコースなどにお申し込みください。今おすすめなのは冬休み のスクーリングコースがすごくおすすめです。席が埋まり次第終了になってしまうので、できる限り早めにお申し込みください。待ってます。ということで、この動画を気に入ってくれたみんなは、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。ということで、あなたは絶対合格できる。みんなで合格。岩しおりでした。バイバイ。